チーム勝つ壁よろしく。おい、ダーマさん、はい、埼玉から、はい、刺客が現れた、はい、どうしてもツトムをぶっ倒したいはい、ダーマさんを見て、はい、あいつはそろそろぶっ倒さないとって、うん、あの言ってる人がいる、はい、その名もボンクラチャンネル、ボンクラくんだ。どうも、ボンクラです。ボンクラくん、ちょっと今日はダーマスを倒しに来ました。おっしゃ。最近釣れてないですけど、自分自身釣れてないですけど、はい、いや、ダーマスさんには勝つ気しかないんでお願いします。おい、ツトム、はい、言われてるぞ。はい、ツトムの釣り歴は何年だ。お前釣り歴33年です。で、お前33年の歴史っていうものを、はい、今日はこの、はい、ボンクラに見せてやろうじゃねえかと。はい、違うのか。わかりました。じゃあルールを説明しよう。じゃあツトム、はい、こっちに行ってくれ。じゃあトム、はい、ルールを説明する。ここは隼人堀川、最近釣れてるということで数で勝負だ。数で、はい、サイズは問わない。数多く釣った方が勝ち、うん、で負けたらトム、はい、過酷な罰ゲームがあるから。はい、おなんだなんだ、川がざわつき始めたぞ、ミスターストーム。はい、お前ここで負けたらもう終わりだぞ。はい、よっしゃ、じゃあ行くか。行きます。よろしくお願いします。お願いします。得意なよ、はい、あんだろ、ワームを切ったりとか。その代わり、うん、池江はなしだから。はい、池江使ったら、はい、ぶち殺すから。分かりました。分かったら、はい、でワームを切ろうが、うん、何しようがツトムの自由。はい、うん、ワームならありだ。はい、カードだからね。わかりました。で範囲はあの橋から、うん、あの橋、はい、この間向こう行けばな、ちっちゃいラージがいるのは分かってるけど、うん、あれじゃなし。わかりました、うん、この橋からこの橋、よーし行くぞい。はい、はい、さあ始まったぞ。ぶっ飛びチャンネル VS ボンクラ野郎。ツトム、はい、本物のボンクラっていうのはどんなもんか見せてやれ。はい、俺こそがボンクラだぞと、はい、俺こそがポンコツだぞと。そうだろツトム、はい、よし、バス呼べ。カモンよ、バスタッチを。自分一人だけ、お願いします。半殺し確定です。ちょっとまあどんなに濃すいやり方でもいいから、とにかく釣れ。でお前沈み虫持ってるんか。沈み虫は目がけてなかったら1個か2個多分。そこ落としてみる。あとはもう地合い待ちよ。ああ、ツトム、はい、この色いいぞ。暴いた方がいいわ、お言葉に。あ、これですね。うん、ツトム、今よ、コウジさんから盗品だけど、沈み虫を借りることができたから、はい、これでいけ。俺、昨日これで、うん、爆発してるから。わかりました。うん、ボンクラには言うなよ。はい。聞いてるかもしれないから。はい。じゃあ、ちょっと帰りますね。うん、急いで帰ろう。コウジさん、すいません。ありがとうございます。今日はな、はい、我々ぶっ飛びチャンネルメンバーが完全にダーマスさんをサポートするから安心しろ、はい、絶対に負けるわけにはいかんぞ。ヘラやってる人はお前繊細な釣りするからな、はい、油断してってお前やられるぞ。あ、ボイルしてる、ボイルしてる、ボイル始まった。俺の目の前で今ボイルしてた。さあ開始から30分ほどでしょうか。両者当たりがございません。今日は全体的にこの川の様子があまりいいようには見えません。ツトム、当たりがあったのかなかったらぶっ殺すぞ。どっちだ。なんでないんだ。お前ボンクラ君を見ろ。
動いてるぞ。暑いっす。暑いっすね。ストームに挑んでくるさ、人たちはなぜかみんなイケメンだな。なあ、イケメンこそぶったたかなきゃいけないからぞ。ぶっ倒さないといけないだろ、ストーム。もう暑いっすね。まだだって7時ぐらいじゃないですか。マジっすか。本当だ、6時だ。6時でこの気温か。とりあえず俺も協力して勤む。当たりを探すからよ。パターンと当たりを。55狙うならここだよ。もう当たった。食った。あー抜けた。ちくしょう。くそー、当たりました。やばいね。え、史上俺人生の中でこんなでかいミミズ。マジですか。今これさ、縮んでんだけどさ、はい、30センチぐらいの長さだよ。おい、ちょっと飲む、つけ。これマジすごいな。でかっ。おい、ちょっと飲む、ちょっと飲む。いや、マジで、マスダこんなでかいミミズ見たことある。あ、いいよ。おい、ちょっと飲む、つけろ。早くつけろ。何これ。どこにいたんすか。いや、なんか草薙さんが何これって。ほら、ここに落ちると分かる。おい、つとむ、これ紫耳じゃない。今バトルやってるんだ。うん、なんかね、言ってた。え、何、紫耳って何、そういうのがいいの。もしかしたらじゃあアジとかあんじゃねえの、紫耳との。いや、まあこれ釣れたら釣れたでネタにするから、とりあえず投げてみろ。紫耳って言ってんだ。どこら辺にいるの。四国とか南国にいる。じゃあ紫耳ミミズじゃねえだろ。四国のミミズがこっちにいるわけねえだろ。はい、すぐ今日は立て替えない。え、真ん中ちょっと固定してやったんだ。重りいる、そのサイズで。別にいいけど、いるか、それ。相当重いよ、それ。いらねえだろ。いらねえだろ。お前無駄に俺のガンダム使いたいだけだろ。あれだよね、そこになんか沈み物がそう。お、あ、釣ってるよ。誰、ゆうきくんですか。あ、出た出た。おー、ゆうきくん、ナイス。ゆうきくん、ランディングいりますか。はい、おい、ちとむ、はい、ランディング余裕だ。おっと、おっと、この釣れない中、この男が見せた。おお。いやー、30何ぐらいですか。ラージだ。30ジャストぐらい。暴れますね。ゾロクみたいなバスですね。お、30ジャストか。30ぐらいですね。おお、ナイス。さすが。持ってましたね。さすが。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。さあ帰ろう。さあ今ね、対岸ではラージが出ました。やっぱりあのね、暑いからあの日陰。
キワ30センチのラージ。いやー暑い、しんどいわ。当たりはあったか、なかったら殺す、どっちだ。ないです。なんだ、俺もちょっと猪苗代のくまモンガイド行きたいんだよな。ドリームがあるからね。もう本当に60スモールを狙いたいならもうくまモンガイドよ。前半戦のあそこ、はい、今日川死んでた、はい、ということで後半はここにやってきたぞ。逆さ川、うん、ここは数は期待できるから、こっちも向こうと同様数釣りで勝負。分かりました。よし、じゃあ後半戦行ってみるぞ。おお、お願いします。現在時刻は7時半、ということで7時半から9時半までの、2時間でどっちが釣れるか競っていきたいと思います。ここでちょっとボン君に話を聞いていきましょう。ボン君は普段あれですか、やっぱカゾとかあの辺で。そうですね、まあ、サッテあたりとか。そうですね、うん、はい、でボン君のチャンネルが、ボンクラ TV でしたっけ。ボンクラ野郎チャンネル。ボンクラ野郎チャンネルだ、はい、ボンクラ野郎チャンネルイケてるなストム、もし負けたらよ、かなり激しい今回は罰が待っているが、もしボン君に勝つことができたら、ボン君には家族支部になってもらうからまあ支部って言っても冗談なんだよ、あのただの仲間なんで言い方が支部って言うけどよっしゃよっしゃ。おい、ツトム、はい、どんな感じで行くんだ。ちょっと意気込みを聞かせてくれ。ボン君が今回、はい、ツトムをやっつけると、はい、挑んできたわけだけど、うん、それに対して星ヶ谷の主、はい、増田勉はどんな手でいくんだ。一応マイクロ系使って、うん、まあ、流進か足元かどっちかが偏ると思うんですよ。それが主のやり方。うん、そうそう、どっちかに寄った方で徹底的にやるんで、主としては、うん、そのやり方で、はい、返り討ちにしてやると、はい、そういうことですね。そうです、わかりました。いってみましょう。本当ですよね、はい、頭ずる向き全開でさ、よく熱中症なんねえなって。多分なんか健康の秘訣があるのか。健康の秘訣ですか。うん、草食系男子ですかね、ダーマさんは。とりあえず朝と夜だけしっかり食えばなんかなるんじゃないかな。いけると。うん、今日食ってないです。食ってないや今日は草食系男子ミスターツトムこと増田ツトム、ツトム増田だ。平成のエロガッパ東越谷が生んだ妖怪セコイ釣りを見せるのか。一応スランプのダウンショット、うん、これ何、レインってやつ。これはレイン2かな。まあいいや、どっちでもいい。うん、スランプ。うしげ、はい、投げます。でそこに落とすんか。一回そこに落としてていいか。さあ先手を打つのはどっちだ。そのはい、勝負は先手必勝というからな、はい、先に一本釣っとくのは大事だぞ、はい、今日はな、逆さ川マスター、マスター浩二さんもいるから、浩二さんの意見を聞いてよ、はい、あとは逆さ川の魔術師山本さんも、はい、下流で控えてるから。控えてる。そうすればいいですね。ああ元荒川の主、逆さ川のカッパ、ミスターカッパ
越谷が生んだ妖怪変、地獄のカッパ侍ミスターストーム。ストーム今日負けたら金髪確定だからな、お前絶対に負けらんねえぞお前なあ、いやだな金髪、落ち武者の金髪バージョンになるからなお前。よしやったストーム先手一勝、惜しいよ、やったー一本目よっしゃー、ストーム、はい、つぼにでもスモールを貯めていくぞ。わかりました。さあやりました、我らの増田勉ことダーマス、1本目、1本目を見事にゲット。さあボン君、勉に1本が出ました。でも焦ることはないです、ここはかなり数出るんで、はい、ででかいのもいるんで、下手すりゃ50とかもいるんで冗談抜きでよし、1-0。赤坂川の地形は熟知してるからな、と思うな確かにお前にとっては有利な場所だぞ、うん、ここはステージとしては、ガキの頃から見てる川だからなふざけんなお前、当たってるって嘘ついてんだろお前。嘘ついてない。さあ今勉に当たりが、おっしゃやったー、1本目2本目ゲットー、ナイスー、どれどれ見せてくれー、はい2本目、さすがはミスター勉、はい、確実に当たりを捉え、バスを量産しております、はい、もう当たりだけで言ったら4回か5回ぐらいでもう当たりは捉えてるので、はい、それを全部な一本一本捉えてることができたら、うん、もうすでに 4,5 本はバスを釣ってることになる。そうなるよ、あっちでジャッカルさん釣ってるぞ地合いか。さあ今ジャッカルさんが、おお、かわいい、このサイズなんですね。はい、ちょっと負けるだろさあ今現在2-0、ぶっ飛びチームのリードです。ダムさん、はい、なんかコツあんのか。コツは縦落としにし、おおほお、さあ今さまざまなトラップがダーマスを襲っているようです。油断をしているとさまざまなトラップが勉を襲うんで、その辺にはご注意ください。わかりました。現在時刻は8時48分、終了まで1時間を切りました、はい、今のところ2-0なのでね、ダーマスさん、はい、なんとかリードは保っていますが、はい、奥の方でボン君が釣ってる可能性もある。確かに油断すんなよ、さまざまなトラップがミスター勉を、おおおおお、なんだ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 、勉の顔が
出た。さあ今現在動きがありました。ストームが2、そしてボン君が1、その差1本。分からないぞストーム。さあここで意地を出せるか、逃げ切ることができるのかミスターストーム。さあ終了まであと30分を切りました。その差は1本、分かりません。わずか10秒20秒で変わる世界です。ストーム、はい、油断するとやられるぞ。分かります。しかもボン君のいる位置を見ろ。はい、はい、あそこは危ないぞ。確かにさあここでラストワームチェンジ、最初のワームに戻します。なんだこれ、んこの箱、これなんだこれ、見せて。天狗親父花火やん。さあ残り、当たってる、お当たってる、どうだやったか、ラストやったか、どうだどうだどうだ。よっしゃー、ボン君の前でボン君の前で一本ったぞー。おいしそう、イエー、はい、よっしゃー、ワーム変えたら一発だったじゃん、はい、ちょっとバス見えない、ね、やっぱりワーム変えてよかったよね、うん、よかったですね。おっしゃー、もう一本釣ったれ、はい、さあやりました、ボン君の前で3本目をストームが釣り上げることに成功しました。ワーム変えろって言ったら一発でしたよ。最初のワームに戻したらもう一投で食いました。ここでさりげなく浩二さんが1本ゲット。よくやったぞ、はい、でもまだ終わってねえぞ。まだその差2本だから、はい、最後はここでさ、はい、このみんなの前で1本釣って気持ちよく締めよう。そしたらお前4対1でぶっ飛びチームの勝ちだ、はい、いやあ暑い、でこんだけ熱中症に気をつけろとか、うん、もうあの注意しろよっつってるのにじいさんばあさんは出ますからね、あいつら、ね、そうなんだよね。で出て倒れるみたいな、危ねえあいつら、出るなよ暑いぞっつってんのに出ちゃうんですよ。死ぬぞ。さあ残り時間が14分、つとむ、はい、14分あったら2本は出るからね、はい、出されるってこともあるんだよ、はい、とどめ刺したれ、はい、でちなみにここでルール変更です。え、もしラージが出た場合、はい、5本分の価値があるので気をつけてください。もし相手にラージ1本出たらストームは、はい、その時点で罰ゲーム確定となります。さあ終了5分前の合図が鳴りました。ダマさん、はい、終了5分前ですが、はい、どうでしょうか。いけると思いますね。何がいける。枚数的にも勝てると思います。わかった、残り1分、はい、もう勝ったんじゃないのか。はい、どうだ、おっと勝利の花火が、はい、勝利の花火が打ち上がっているようだ。はい、はい、ということで2時間が経過しました。はい、じゃあ結果の方から、ボン君の方から、ボン君何本出たでしょ。1本です。そしてミスターストマ4本という、え3本じゃねえ、3本だべ、3本ごめんなさい。ということで、はい、ダーマツさんの負け。3本を4本と言ったということで、はい、今回はボン君のおいトム、はい、お前なんで意地張って3本4本と言った。すいません。ということでミスターストムには過酷な罰ゲームが待っておりますので皆さんお楽しみにしてください。はい、ボン君今日はどうもありがとうございました。一応ね結果ではストームが3本、ボン君が1本ということで、釣りではまあストームが勝った、はい、
でも人間性的にお前の負けだ。はい。嘘をついたり、ボン君はな、アウェイの中から何にも聞かずに一人で立ち向かった。はい。お前は何だ。地元です。地元の上にセコいワームをつけたり、はい、パワーイソメをつけたりということで、ダムさん、はい、過酷な罰ゲームが待っております。はい、ボン君今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またよかったらお願いします。どうもナイス。はい、はい、ダムさん、はい、ボン君もな、ボンクラ野郎チャンネルっていうな、はい、YouTube やってるから、はい、ぜひダムさんも参考にして、はい、埼玉の釣り場とかな、はい、いろんなのも勉強になるから。そうですね、うん、ボンクラ野郎チャンネルよろしく。ボンクラ野郎チャンネルよろしくお願いします。ボン君ありがとうございました。またお願いします。またお願いします。今回なんとか務む、はい、ボン君に勝つことできたけど、はい、今回勝ったあれはなんだ、決め手は、とりあえず日陰の方を意識して、うん、最初は縦ホール、フリーホールでやって、うん、着底した時に当たるやつを、当たんないって書いてあるんですけど、うん、で当たるやつは速合わせでやって、うんうん、それで当たんないなと思ったらちょこちょこってやってまた止めてるんですよ、うん、止めた時に当たり取ってますね。とりあえず雨、うん、止めた時に全部当たり取る。なるほどな、うん、まあとにかく数では上回った、はい、よくやったぞ、トム、はい、これからなどん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 強者がトムに襲いかかってくるだろうけど、はい、俺たちは一歩も引かねえから。わかりました。よし、カメラに向かって、はい、意気込みを言ってくれ。挑戦者は求む、よろしく。ぶっ飛びチャンネルまた見てね。